Hello, everybody. This is Kazuekawa. How are you? 英語のどのコツですけども、息を吸いながら発声をするというのがあります。というやつですね。コツなんですけども、できるだけ綺麗な音を出すことするためにね、こう、喉の緩み具合を工夫してください。それから、わざと低い音を出してみてください。ね。すると首の根元の方だけが響きます。これの低い音をあえて出す練習。で、これは、日本人でも普通の声でううぐらいしか、までしか低い音がいかない人の練習になります。本当はいわゆるこのお腹から響いてくるような声という言い方をしたりしますけども、首の根元あたりをリラックスさせて、はあはあはあという音を出す練習です。これが英語の発音にはとても練習、大切なんですね。ここを使って喋ってみますよ。If I speak English from this area of the body, I can really speak better English. As opposed to speaking English like this, ちょっとこう、硬くなると発音がうまくいきません。そこで、息を吸う。わざとあえて低い声を出そうとしてみる。やってみてください。いいですか？よろしくお願いします。英語のどまた明日。